ダルマティカを着用したジョサイダルマティカとは、緩やかなドテラのチュニックの一種。初期キリスト教徒に好んで着られ、後にローマ帝国の降伏となり、報復となった。2世紀の初め頃、ダルマチア地方からイタリアに、ダルマチアの庶民の服装であったダルマティカが流入する。流入した当初のものは、大ぶりの T シャツのような粗末な毛織の衣装であった。 ダルマティカは主に貧しいローマの自由民たちに切られた。こうした貧しい市民たちの多くが、キリスト教に救いを見出し、初期キリスト教団を形成した。これ以来、ダルマティカは、キリスト教と深い関係を持つ衣装となる。2世紀の末、コンモデステーの頃、ダルマティカが、礼服の一つとして採用されることとなる。3世紀、迫害を受けるキリスト教とは徐々に勢力を伸ばし始め、 ダルマティカも様々な階層の人が身につけるようになった。キリスト教徒としての連帯感や信仰と、ダルマティカが密接に結びつく。3世紀後半に活躍した第27代、教皇こと聖エウティキアヌスは、殉教者の遺体にダルマティカを着せて埋葬するように、指示した。四世紀の初め、皇帝コンスタンティヌス一世は、キリスト教を国教として保護する旨を宣言し、ダルマティカは、 ローマ帝国の貴族から市民に至る一般の衣服として広まった。4世紀の前半に在位した第33代教皇である聖主流エステル一世はダルマティカを女債の制服として定めた。これは現代まで慣例として残っている。4世紀末から5世紀初頭、東方の文物が流入する。貴族や皇帝のダルマティカは、綴れ織りなどで豪華で重々しく作られるようになり、 特に皇帝や皇后のものは宝石が縫い付けられるなど非常に華やかなものとなった。6世紀の中頃、ユスティニアヌステを描いたモザイク画には赤紫のらびがついた白いダルマティカをまとった3人の聖職者が描かれており、当時の聖職者がダルマティカを征服としていたことがわかる。7世紀頃、キリスト教の布教とともに徐々に聖王の王族にも ビザンツの服装様式が広まるようになった。9世紀頃の遺品として、カール大帝の使ったものと伝えられる刺繍を施した豪華なダルマティカが残されている。ただし、カール大帝の帝身であったアインハルトによれば、カール大帝自身はフランク風の服装を好んで、ローマ風の服装を嫌っていたとされる。俗世界のダルマティカは西ヨーロッパ風の服装に押されて、影が薄くなる。 11世紀頃、ブリオーと呼ばれる衣装が流行。ダルマティカと同じチュニック型の衣服で、ダルマティカの末裔とも言える。12世紀頃、聖職者のダルマティカの身幅は狭くなる。13世紀頃、聖職者の襟開きは大きく広がって、下に重ねた衣服が見えるほどになり、袖は狭く長くなった。十字に裁断した布地の中央に頭を通す穴を開け、二つ折りにして、 脇と袖下を縫ったもの。男性のものはすねにかかる程度の丈で、女性はくるぶし丈が多かった。極初期のものは大判の T シャツといった趣向きのものであったが、2世紀の終わりから3世紀初めにかけて袖と裾を広げたワンピース型となる。前後の見頃には肩から裾にかけて2本の筋飾りが入っている。これを、 クラビとインスジ状に立った別布を縫い付けたものであった。また、袖口にも同じ筋飾りが縫い付けてある。色は、一般的には、白で食うラビは、赤など。シャルル5世の遺品である14世紀のダルマティカについて、遺書の記録が残っている。藍色のサテンに赤いサテンを裏地につけて作られ、真珠の縁飾りをつけて、金色の百合の紋章が刺繍されたものという。 同じく14世紀の遺品には、ワシのダルマティカという南ドイツのダマスクスオリダルマティカがある。中国産の赤い絹に、ワシの紋章をアップリケして、禁止刺繍と、皇帝や王の半身像の刺繍で飾った縁飾りをつけたもので、ある。ありがとうございます。